マッシャーカーリーさん、開けて。開けねえのかい。開けてやったよ。お、アイクル、頑張っていきましょう。あら、途中で終わっちゃった。ナイスー。ナイスー。はーい。ナイス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 。それはテラゾンさんに対する煽りですか？食べた。死んでる間に食べて言う。くそちくしょう。羨ましい。ちくしょ、食べやがって。いや、ついたんだよ。いや、でもキルしたの私や。ちくしょう。やめて。そうだ、お前がやったんだ。でも、寺澤さんにアイスを献上できたとほぼ同義では。あ、危ない危ない危ない。うわー、危ない。なんで俺のアイス食べたら羨ましいよりも。絶対に許さない。はい、やっていきましょう。はぁ、キッチンで沸いちゃったけど特に助けねえな。仙丹、富士宮、神宮寺、キー配置、銃配置していって、あー、いや、これエレクトリカルまで抜けた方がいいな。富士宮、神宮寺、えい、まっすぐ抜けていくよ。セキュリティを抜けていって、エレクトリカル、エレンか、遠いから誰かにお任せ。ボタン入っちゃうよね。ナイスー、ありがとう。いえいえ、誰にも会ってないから死んだらやばいなって思ってました。あ、じゃあ感謝してください。感謝してなかったんじゃないのか。そうや、そうや、そっちがやんから殺せやんかったんや。あー、もうちょっと早く言ってほしかったな。なんで足湯さんに入ってんの。マジで入ってたよ。許さない。やめろ、ななちゃん。絶対にのマジで。やめろ。アイス、封じてやる。アイス。よし、行こうましょう。ダウンロード、貨物で湧いちゃったけどタスクエレクトリカルに残ってんだよな。ほら、エレクトリカルのタスクってどこ拠点になってる？武器庫か。 OK、 あー、いた。閉店だ、遅っ。ワン、ツー、スリー。あー、もうかぶった。ほい。テラゾーさん、おい、宮殿。テラゾーさんが心電図チェックしてくれてるね。足湯さん、テラゾーさん、お、これナイスー。ナイスー、まあ、最高。アイスー、アイスー、アイスー。私もエラちゃんに。おいおいおい、誰から死にたい。まず名乗り入れろ。誰から死にたい。小学生みたい。いやー、アイスが好きですか。ありがとうくん。なんで私に今日スイカバー。パルム、パルムが好き。スイカバーいいよね。パルム、スイカバー美味しいよね。パルム食べると無線アイス。アイスって一番入ってんのかな、投票。パルム、あれ、巻き舌がうまくできないんですよね。パルム、ずっとなんか巻き舌を続けるみたいなやつがやりたいんですけどね。あれがうまくできない。一瞬はできるんだけど。ほい、アーカイブ。エロちゃんが一緒に行った。誰かとすれ違ったけど、あれ死にできなかったな。誰だったんだろう今の。でーれん、消火器右下行こう。いやー、あー、治ったからいいや。はーい。マッシャーカーリーさん、開けて。開けねえのかい。開けてやったよ。お、
カさんがピカさんが目の前でやってました。あの違う、あのローラーでもいいんだけど、あの何が上がったかっていうと細かく説明しますね。アーカイブの右側で私とマシャカリさんが どっちドア開けるみたいなことのやり取りやってたんですよ。そしたら後ろから神宮寺さん来て、はいはいはい、あじゃあ私開けるよって開けたんですよ。開けて通ろうとした瞬間、神宮寺さんドア開けのボタンと見せて弁当に入りやがって、マシャカリさんがその目の前で弁当にピョーンって入ってって、で私とマシャカリさんがあの、はあどうするどうするっつってビリヤード台ぐるぐる回ってたら、観念したのか神宮寺さんがピョーンって出てきて、マシャカリさん切ってで逃げてきました。逆逆逆逆、いいですか、自分が一つ痛くて、神宮寺さんの動きクソほど怪しいですよ。クソほどクソほど、まあそれはそれはいいんですけど、あの3回殺意感じましたから、この試合で神宮寺さん。具体的に夏目先生その動きについて説明してほしい。例えば夏目がエレクトリカルからハスコをやって出るときに、神宮寺さんメインホールから下に下って一回夏目を見て引き返す動き一つで、で置いていってシャワーしてタスクをしたら、神宮寺さんが自分がタスク途中にエレクトリカルのタスクって長いの結構あるのに、ですぐシャワー室に来て、でアーカイブ行ってアーカイブから引き返すの一つとか、もうなんかもうなん、もう途中で暴言入ったもん、夏目暴言入ったマジでこのおじさん怖いって言ってた。暴言はダメだな、夏目先生ダメだ、夏目先生に言いたくなったな今ので。それはダメだな、暴言発言ダメだよ、暴言はダメだわ、なんで怖かったもん。それは夏目先生つった方がいいな、神宮寺さんと夏目先生のローラーってことか、ね、ピカさんピカさんピカさん、これちゃうちゃうちゃう、ピカさん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 、あこんな焦ってるってことは相方ってこと、あーワンチャンね、やめてあげてやめてあげて。実際でもね、あのね、相方だったらね、あの切り方は正解だからね、なくはないんだよね。なくはないんだよね。実際なくはないけど、うーん、ちょっと夏目先生の発言内容が事細かかったから優先順位は低いかな、どう転んでも。うん、ワイヤータスクもう一個まで終わらせたいな。あれ話しちゃった、これで停電直そう。 OK、 あと誰かボタン押してくれるでしょ。武器庫の宮殿とダウンロードだから、キッチンで湧いて武器庫ルートで上ぐるんっていくのが正解かな。ペンペンペン、はい。夏目を釣ってください。まあ夏目先生までローラーするかっていうのができるんだ。まああのまああの、まあ一回ちょっとあの真面目に戻しましょうか。一応ピカクロスか神宮寺のどちらかにインポスターがいることは確定しているので、ひとまずピカクロスを落とすか否かで、神宮寺さんが怪しい要素については夏目先生から説明した通りだから、その上でどうするかを決めてもらえば OK です。神宮寺さんの反応が半端なかったんで、逆ですっていうぐらいしかなかったんで。そうなんだよね、うん、そう議論的にテラゾーさん白い、テラゾーさん白くなっていうふうに思う。ありがとう、テラゾーさん投票がなんで1票入ってお前が言ってたのさ。いやいや、テラゾーさんが笑いながら声と腹が絶対やんな。アイスアイス、アイスありがとうございます。アシューさんがなんか笑いながら弁当出たとは言わへん言わへんって言ってくれた、ありがとうございます。はい、あれは完全にパッションフルスロットルにしておかないと多分危ないかなと思って、パッションフルスロットルにできました。アイパーフェクト、上に誰かいた、ペンタンさんかな、分からんけど。夏目先生とのすれ違い、宮殿タスクオン、 OK、 あとはミーティングのみ、ミーティング向かいましょう。上上がります、扉開いてます、通れます、誰かが一緒に上に上がります。おにきさん、おらい、対戦ダスク参りましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、オッケー。いくぞー。6、8、9、4、6、オーライ。ダスクを終わった。停電入ったから、この停電明け後ボタン押してあげようか。はい。はい。おー、おー、ナイスボタン。さっきピカコラさんに入れてた3票と寺蔵さんに入れてた1票を詰めますか、はい、じゃあ誰だ、ピカコラさんに入れてた3票は誰ですか。はい、はい、先端、フジミヤ、
富士宮ね。夏目富士宮。夏目です。夏目富士宮、はい。はい。寺蔵に入れたのは、はい、なんでや、おかしいやろ、アイス、あとはパンスキップですね。アイス。いや、足湯さんかな。アッシュかもしれないよ。エロちゃんさ、そろそろ呪うよ、マジで。何つ目、何それ、どういうこと、アイス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 って言ってないけど、あれ食べたすぎてそう聞こえてるんじゃない、うん、そう俺言ってました、ピカさん言ってないっすよね、言ってない、アイスって言ってるのはあの藤宮さんとか足湯さんが言ってたイメージがあったけど、うん、俺アイスなんて一言も言ってないよね、うん、あ、本当に、うん、言ってない、タスクがダメだよ、なんかタスク終わりました、あ、終わってます、ピカクロスも、あとミーティング3つで終わり、スキップ終わりました、タスク、夏目、あ、絶対嘘や、絶対嘘、夏目先生は早く終わらせてね、ダメだよ、終わらせて、アイス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 、毎回遅いんだもん、ダメだって、絶対意図的に遅らせてるまであるからな、夏目先生ダメだって、だから、あ、それで負けたことあるんだから、クルーメイト勝てる時で、もう勝てる勝負をあえて落とす行為はダメだって、あんまこれ見るのもやめとこう、どうしよっかな、あんまりアドミンマップ見たくないんだよね、アドミンマップが強いから、寺蔵さんとのスレッジがいい、神殿図見に行こう、神殿図情報は結構特定が難しいから、いやらしいボタンやな、素晴らしいボタン、終わったー、タスク終わりました、終わりマンタ、あ、アシューさんかな、なんでシューさんっぽいな、なんか壁僕がタスク終わったよ、開けてくれなかったかな、終わってないなら釣りましょう、いやでも大丈夫です、多分ね、ね、アシューさんじゃないと思うんだよな、殺しとれなかったから俺、じゃあエロちゃんかな、マッチングジさんでこれ落ちてるってことですね、ここまで不自由に入れよう、釣れた、びっくりした、タスク頑張れ、誰の得票、これんですね、アイスって言ったからな、終わるかな、終わるか、頑張ってね、終わり、悪ノリがすぎる悪ノリがすぎるわ、悪ノリがすぎるわ、ほんまに流れがなかっただろ、普通に考えて、足湯さんの、投稿機3、セキュリティが2、セキュリティカメラは常にチェック、あ、終わったわ、やった、殺せなかった、寺蔵さんごめんなさい、寺蔵さんごめんなさい、アイスあってんじゃん、ヒロちゃんはアイスだった、寺蔵さんごめんなさい、寺蔵さんずりはいいやつ、やっぱピカさんはそうだよね、牽制してたよね、お互いどうするどうする、そう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 、どっち開けんの、どっち開けんの、いっしゃね、誕生日だから開けてっかって開けて開けてそしたら神宮寺さんが目の前でピョンと入ってって、もうってなって、だもう一つだけ言わせてください、誰も入りたくて弁当に入るわけじゃないですよ、入ってます、ローンライテンだな、ローンライテンやりました、ごめんなさい、まあまあしゃあないしゃあない、どうもですどうもです、次行きますか、ちょっと、はい、入っちゃった自分が一番信じられなかった、結構3回目なんですよね、俺インポスターになりすぎちゃった、うん、引きますね、今日引きます、そんな日もですね、ありますね、開始します、お願いします、一応買います、なんか申し訳ないです、3回行ってみます、笑っちゃったけどな、神宮寺の乱来てますね。ね、いや、神宮寺の乱、いや、それが強かったですけどね。弁当に入っちゃうだって。足の乱、ほんまもろいからな。弁当芸人になっちゃった。佐川芸人。申し訳ない。入った僕は一番びっくりしました。なんで入ったんと思った。で、ピカさんもなんか殺してこないから、これピカさんもクルーなんだと思って。スポンって入ってっちゃった。ピカさんがいるから入ったんかなと思った。いいポスターでなんかやってる、わかるわかる、そのパターンありますからね、殺してこないから、ピカさん口封じしといてもらわないといや残念ながら狂気は持ち合わせてなかったんすわ、卵だけ投げて、いやでもなんかあのレポート後のあの高笑いはあの
逆にその狂ってる方の狂気を感じましたけど本当に本当に何が起きたいやマジでやらかしたもうスポンって皆さん、おしゅうさん、謝りましょうよ。え、作ったって、おしゅうさん釣られたんですか、あれ。あ、すいません、あの、僕も、ガチでタスク終わってなかったんで、自投票しました。そうなんだ。そうなんだ。早く終わらせたいと思って。でも、おしゅうさんが最後に投票したんですけど、ね、ペラゾー的にはもう、あの盤面でサレンダーするか迷ってたんで、足湯さんが連れてめっちゃびっくりしました。確かに、もう怪しんでたけど。ペラゾーさんなんか、厳しそうやったもん。え、連れたって言ってたよ、なんか。